ゴーカーチャンネル。じゃあちょっとここから先進運転支援を試してみましょう。ここのステアリングの真ん中にあるハンドルみたいなスイッチをこう押しますとアシストドライビングっていうのに入りまして、でここでセットを1回しなきゃですね。これでセットすると今まあ50キロで設定しましたが、ステアリングもアシストするというようなモードになります。で今はこれは白線をあんまり読み切れてないみたいですね。これが実はここの道路が左側がこないので、あ今切れてますね。今左側白線ないんですが読んでますね。今50キロに設定しています。車いませんからちょっと右側に置いてみましょう。こうなるともう両側白線ついてますから、もうステアリングを私は軽く触れている程度で、白線を読みながら、この車は舵を切っていきます。ちょっと速度を上げてみましょう。60キロまで上げてみて、でこれはすごいのは左側にちゃんと道路があるって分かってるんですね。まあ車とかを感知して、表示するんですが、これはよくできてると思います。でグリーンで今、表示してるっていうのは今白線をちゃんと読んでますよと、そういう意味です。これはまあ高速道路で使うのが一番いいんですけれども、まあ流れのいい一般道などで使うのにも非常にいいと思います。ここら辺曲がってます、ハンドル動いてますね。いつもそこで試すんですが、そのちょっと行ったところはわりかし急カーブです。ここら辺がその急カーブなんですが、これをちゃんと切っていくかどうかを見ていきたいんですけれども、ああ切らなかったですね。持てよというふうに出ました。このここも聞く時もあるんですけどね、今は聞きませんでしたね。ですからまあいつも言うんですが、そればっか過信しちゃダメですよと、ドライバーが何か疲れてなんか操作を間違えちゃった時にお助けをしますよといったものというふうに思っていただければいいと思います。これまた今前にトラックがいるんですが、この車はこの前にトラックがいるっていうのは分かってるんですね。イラストがトラックに変わりますね。高さを見てるのかなんか分かりませんが、こういうことになっていますね。まあこういう先進的な装備とか機能に関しては BMW っていうのはもう昔からよくできてますし、特にここ最近数年の進化っていうのは著しいものがありますね。で今回このものは3シリーズの時にもお話しましたが、3眼のカメラ、3つのカメラを利用してさらにミリ波レーダーでも、キャッチするというようなことで、こういう機能がついています。でさらにこれは高速道路で、渋滞時っていうんですが、時速60キロ以下で先行車がいる状態ならば、ハンズオフ、手放し運転も、できる可能性がありますよと、いうのもあるんですが、これは私も前やろうと思ってなかなかそのシチュエーションにならなくてできなかったんですけれども、まあそういう先進的なこともしてくれるというわけです。これ今前の車をちゃんとこうロックしてるっていう意味でしょうね。あの鍵括弧が四隅についていて、今前の車をまあターゲットとして、追従してますよという意味なんでしょうね。そういう風に聞いています。でここで今度またカーブがありますから、ここを、ステアリングは持ってますが手放しではありませんが、切れていくかどうか見てみましょう。ああ切れてきますね。白線はっていうかキー線がだいぶ消えかけてるんですが、きっと前のトラックを見てるんでしょうね。前のトラックを見てうまいことこうついててますね。あまあこういうのを目の当たりにすると本当に BMW いいなと思うんですけれどもね。まあこの車でやっぱり
その3シリーズと大きな違いで魅力的なのはやっぱりデザインでしょうね。ただまあ、分かりきったことなんですが、鉱石の居住空間に関しては、常時4人が乗る場合とかは厳しいですね。本当に年に数回鉱石に乗せるぐらいだったらいいんですけれども、やっぱり、鉱石にある程度人を乗せることが多いっていうんだったらば、4ドアの、セダンの3シリーズの方がいいと思います。その代わり、3シリーズでは得られない、流麗なスタイリング、輸入車の定番でもある3シリーズで、その定番では面白くないよというような方にとっては、この4シリーズのチョイスというのはやっぱり一つ、魅力的に感じるところなのかなというふうに思います。特に、トランクルームの使い勝手の良さとかは、こういうクーペの車とは思えないぐらいの、利便性の高さですしね、そういうところはなかなか魅力的に感じると思います。で、これ今止まってるんですが、実は私何も今してないんです。何もしてなくても前の車が走り出せば自動的にもう追従し始めるんですね。レジウムとか押さなくても、ついていくんです。今ぐらいの止まり具合だったら。前3シリーズで、試乗した時も同じレポートしましたけれど、これがまた楽なんですよね。地味なところですが、よく考えられたシステムだと思いますね。でも今回こう乗って思うのは、やっぱり、白線を読むというようなこともそうなんですが、この前の車をある程度、追従車として認識してしまったならば、なかなか運転は楽だなというふうに思いますね。 BMW といえば駆け抜ける喜びで、運転の楽しみを、ずっと大切にしているメーカーだったんですが、やっぱりね、こういうふうに考えも時代に応じて変わってくるんだろうなというふうに思います。もちろん、高回転にしてスポーツモードにして楽しむという手はあるんですけれども、でもそういう楽しみをした合間に、例えば長距離移動するときには、ちょっとゆったりと疲れたからゆったり帰りたいなという場合には、こういうアシスト装置を使えばいいわけですからね。それぞれの機能を持ち合わせているというのは、嬉しいところなんじゃないかなというふうに思います。今みたいにね、舗装路のいいところだったら、もう全然この M スポーツの乗り心地でも何も思わないんですが、ちょっとこういう、ざらついたところ、それから橋の継ぎ目などを越えるようになってくると、ガツガツっとこう来るのがね、気になりますね。それからいつも BMW に乗って思うのは、こうインフォメーション系の凄さですね。ナビゲーションの表示だとか、細かな情報の表示、よくできていると思います。今メーターのところにもナビゲーションが表示されていますが、非常に大きく出て分かりやすいですし、ちゃんと、交差点の感じも、出るところもいいですよね。で、こういう立体交差のイラストなんかもかなりリアルにできていて、こういうところもよくできてますし、かなり細かくこういう表示もね、切り替えることができるんですよね。これもね、事前にいろいろ見とけばよかったんですが、相当細かい表示ができたりして、そのあたりは驚かされます。ここから幹線道路に入ってきますので、ちょっと速度が乗ったところに入ってくるんですが、こういう時こそね、さっきの、追従システムをいろいろ使うといいのかなというふうな気はするんですが、これもブラインドスポットがついてましてね、これはやっぱ嬉しい機能です。わりかしこれは三角形で、表示というか警告も大きい表示なもんですから、すごくね、後ろから車が来てるよというのは見やすくなってるのはいいですね。今光ってますが結構大きいでしょ、ね、これは分かりやすくていいなと思いますね。じゃあもう一回ここでちょっと流れていますから、アシストドライビングにしてみましょうかね。
この ACC の速度調整はこちらのダイヤルみたいなものをこう使うんですけれども、ちょっとナビを設定しているので途中で音声入ってきて聞きにくいかもしれませんが、軽く操作すると1キロごと設定が減ってきます。大きく動かすと10キロの差が出ます。この使い勝手もなかなかいいもんだなというふうに思いますね。今60キロにして走っています。今はちゃんとこう白線しっかり読んでますね。この辺りはトラックも結構走っているもんですからね、道路もかなり荒れているところで、やっぱこういうところの乗り心地は、しつこいようですが、 M スポーツ、いかにも M スポーツという乗り心地で、ちょっとこうゴツゴツ感、それから路面のザラザラ感を、かなり感じるような印象が強いですね。まあ、今回は4シリーズクーペをこう乗ってきましたけれども、まあまあやっぱり走りのフィーリングは本当に3シリーズともう同じようなもんでして、特になんかびっくりするような、3シリーズの時がかなりびっくりしたもんですから、特に新たなびっくりするところっていうのはなかったんですけれども、3シリーズではちょっと輸入車の定番でね、物足りないと、ちょっと他の人とは違う BMW が欲しいという方には、まあ日本でも割かし扱いやすい方のサイズ、まあ幅でね1850あって、全長も4700今回超えちゃったもんですから、気持ちちょっと従来型の4シリーズに比べるとあれ大きくなったかなと感じるかもしれませんが、まあ、それより大きいモデルに比べればまだ扱いやすい方なので、まあなんとかギリギリ許容できる範囲と思って乗っていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、BMW の4シリーズクーペ試乗をしてまいりました。まあいかんせんこの強烈な顔つきばっかりが、注目されるこの車だったんですけれども、まあ乗ってみれば、まあその前から分かってはいるんですけれども、3シリーズのクーペ版ということで、まあ以前乗った 320i のセダンと走行フィールは非常によく似たもんでした。でもね、そのセダンだといかにもということで流麗なデザイン、なんかこうパーソナル感を持った車が欲しいという方にとっては、なかなかこの車の存在意義っていうのはあるかなとは思うんですけれども、ただ私は思うのは、まあね、この日本市場ではもう大人気の M スポーツで、市場者も M スポーツばかりなもんですからね、ついつい私のこう話す内容がゴツゴツした乗り味という話ばっかり言っちゃうんですけれども、もう少しこう豊かな乗り味でですね、走れるのが、まあ、一回乗りたいなと、ノーマルの方に乗ってみたいなという気はしたのは確かなんですが、まあ BMW 好きな方はね、この乗り味が好きかもしれませんね。でも後席は頭上空間はあれ、それにしてもいろいろ空間を考えてあったり、トランクルームの使い勝手もよく考えられていたりですね、まあ3シリーズに引き続きいろんなところがうまくまとめられている車だなというふうに思いました。気になる方は名古屋南 BMW にお越しいただきまして、ぜひご試乗いただきたいと思います。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。